回はゲストにタロハンマさんがまた来ていただきましょう。お願いします。お願いします。今日はヒゲですね。普通のあれですね、白ひげ海賊団デッキですね、はい、で僕が一生のデッキを使っていきたいと思います。じゃあ先攻行きましょう。最初はグー、じゃんけんぽい、アイコでしょ。先攻で、わあ、ここやっと。じゃあ、お前チェックします。はい、お前チェックします。効果何でしたっけ。あ、はいはいはい。ドーン1個つければ自分のターン中、相手のキャラすべてコストマイナス1にします。で、自分のターン終了時、コストエリアを1ドンレストにしたら自分のコスト5以下のキャラをアクティブに変えます。なるほどなるほど、はい、あります。いいえ。そしたら、これでキープで、はい。いや、僕ちょっと変えます。トリガーが2枚来ちゃったんで、個人的に最初ブランニュー欲しいなと思って。ああ、まあそうっすね。そうっす。はい、OK です。大丈夫です。お願いします。じゃあ1ドンで水を出します。はい、5枚。ヤンピーが電気つけたいって。で、ここでこの暗さで YouTube 撮るチューン。電気代のブラそれで挽回します。終了します。了解です。1枚撮ろうします。おかる。2ドン使ってブランに出します。自分のデッキの上から3枚見て海軍を回収します。すべて海軍です。ダブルアタックいる。紅葉です。祈るしかなかった。そうですよ、ね、対面ダブルアタック。確か9ゲートいるんですよ、ね、はい、ダスキーも。あー、そうっすね。いやでも、信じるしかない。俺が勝つにはここで殴ってこなくて、次のターン回復で勝つのが予想パターン。これでいきますか。スモーク加えて終了です。はい、全然負けるっすか。全然負ける。危ないって。やっぱり1000で守ります。6000みたいな。トリガーがあるからね。7000で出します。ほい、トリガー遠近の方をこっちで確認しに行ってから、うん、一発だけあれでよかったな。で、ライフネームしといて3000でいいぞ。そしたら2でも積みます。ほい、5000にいけない。4コスト、モルタリーノ終了です。出すゲームでしょ。2枚やると邪魔なんだよね、めっちゃ探しに行けるから。追加、そう。じゃあ別に水の一緒に買うことなんで、44だから全部40枚めくろうから。金出しにも探しに行ける。はい、大丈夫です。これで決めるやつになります。はい、嫌いだし。2枚もあれなんだけど、Sの探しに行くプランがめっちゃあるから1枚だろう。まあ、ほぼ出さないから。バギーで下行っちゃったらもう残念。そうだよ、怖いから全然行くんだよ。出さないから。お、白い出さないし。まあまあまあ、はいはいはい、一存を一緒につけて。いや、高まってる。出たいじゃない。6000リーダー。うわ、偽造消さなきゃよかった。ミスった。こいつが一番きつい。6000リーダーは。でも俺は乗りたら危険です。はい、じゃあこれあんまり見ないんだよね。コストスモーカーリーダー効果ないわ。これで返します。珍しいみたいな。やべ、伊蔵殺さなきゃよかった。あ、でもなんでですか。一緒に一段つけてダブルアタックがついたら余裕でいける。ヤマトのが忘れそうって言われますよね。固くドロー、うん、話をして。そうか、ヤマトが強いと思う。6000リーダーちょっと当たっただけ。なんか俺ももらえます。当たるんだけど大丈夫です。ヤマト欲しい。そうなんだ、まだその状況あるんだよ。2000リーダーも珍しいみたいな。ヤマトは練習しないな。最強だと思ってると思います。これやばい。取り出した。一段で集計するな。これはマジで負けないと思ってる。これやったら5枚。よくやった。クラッカー起床するね。で、シャオに欲しいそのカード。ほい。どうしようかな。6段で1番は8。8は8として。10じゃない。なるほど。点火点。いや、マジで勝てない。色だ。言わんこかな。はい。了解。強いけど、ヤマトだけ無理。なんで。もうちょいぐらいでいけない。よし。シュ。どんどん。8番。手札6以上ありますよね。あ、絶対あります。オッケーっす。6以上ある。8コスト。一緒でございました。危ない。行きましょう。いいですね、シャッフルシャインで。なるほど。ここら辺が。オープン、あー、うん、なるほど。オープンだったりする。ジャカジャン。で、これで7000リーダーで決めちゃう。ジャカジャン。ジャカジャン。あー、すごい。7000リーダー。あー、かまるんです。はい、じゃあこれで返します。7枚ですね。なるほど、7枚。いってみましょう。そう、パラレル対決だ。7000リーダーで。そこ見つけたの最後1マルコ K だけコスト4以下 K。 そうですね、
ストリーマイカー KO で勝利に晴れる。どうしようかな。見えたぜ。ほいっ。すげえ見えじゃん。お二人のブロックじゃあハンドル6枚でお任せします。はい、了解です。もう一回一緒だ。1枚取ろう。そこ片栗入れてない。入れてるけど全然パない。2枚。お待たせしました。8000キング竜。5000リー。はい、9000キング竜。4コスト5コストボルサリーのローの効果発動。これを戻して、え、これ絶対出さないといけないんですか。いや、戻して出さないことができる。出さないこともできる。出してカウンター。うわ、出します。じゃあこれ、どうぞ。最近はあぶねー。なんとかおとろろ。対策しなこれで展開します。ハンドが2、4、7枚です。7枚ありがとうございます。ほい、フレッシュ乗ろう。ゾンビでは、ダウン2体出して、ローをマイナス4000。あれさ、2ドンつけて、1万2000アタック時同期を。さすがにブロック。ハンドが7枚ある。はい。7000ビーガン。8000だ。1段残して手番返します。はい、捨て札が4枚ですね。OKOK、 なんとか耐え切れた。はい、さあ1枚ドローします。ここで倒さないともう後がないので、1段つけてリーダーに全部1下げて、お玉が0いるんでダブルアタック、はい、意味ねえわ意味ないのか。意味ないのか。これ戻します。あわい、そうでしょ、意味ねえわ。一度一章につけてマルコをコスト3下げます。なのでコスト1になります。1コスト、猛毒ガス弾 MH5、 相手のコスト2以下のキャラ2体までレッスンします。はい、ラディカル1枚は多分あると思うので、俺は事故ってるのは託す。1万リーダー。バラポイントと2000円になります。なるほど、残り2枚。ドンなし、ドンなし。残り2枚なんでマックス1万まで守れます。ってことは1万リーダー。はい、最後1万リーダー。あります、あります。いけた、勝った。9000円。やったー、すごー。絶対負けたと思った。あぶねー、事故ってました。だからあそこで8000ってアタックされてたら死んでて、あぶお、そんななかったんだ。マジなかった。めちゃめちゃこれやり直そうかなと思ったぐらい、と思ってたんですけど、なんか MH5 がなんか一章とかで下げてって、さっきの4マルコみたいに寝かせられるんで、しかもこれ2体寝かせられるんで、4マルコ2体出てきてもこれで処理したいなっていうの、トリガーがコスト5以下までレストにできるんで、なんか今回ってこれ光んなかったじゃないですか。使ってる方ほぼ誰も見てないなんですけど、次の段に一章で刺さるんじゃないのかなって、個人的に。黒の効果でコスト下げて、緑でレストのやつドレイクとか破壊してって、クリークも破壊してってっていうプランで、結構今気に入っている感じでございます。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。でかいは強い、でかいは正義、そしてでかいは可愛いということで、また次の動画でお会いしましょう。ありがとう。ということで、栃木の中学時代ここで発足です。バイバーイ。